ナタラージャンスブラマニアムは、インドのタミル語映画、テルグ語映画、ヒンディ語映画で活動する撮影監督。俳優としても活動しており、代表作には、サテランがベタイがある。撮影日誌に興味を抱いたナタラージャンは18歳の時に学校を中退し、大学に進学せず様々な仕事をこなして、資金を集めた。彼は、結婚式のスチールカメラマンを経て、 式場のビデオカメラマンとなり、一時期には BR ビジャヤラクシュミーのアシスタントをしていた。しかし、映画業界で成功を得ることができず、ドキュメンタリー分野に活動の場を移し、その後はコマーシャルやミュージックビデオの仕事をこなした。やがて、バンドグループユーフォリアのファーストアルバムの映像を撮影したことで高い評価を受け、ラーム・ゴーパール・バルマの紹介で、アヌラーグ・カシャップの ラストトレンツーマハーカリ、ボンチ、ブラックフライデーに撮影監督として参加した。この間には、ユース、ヴィンセントセルバに参加したほか、AR ・ムルガダースのラマナーにも参加の声がかかったものの断念している。タミル語映画を中心に活動しているが、ヒンディー語映画への優先して、ジャブ・ウィーメット、ゲルマール・リターンズ、ラーン・ジャナーなどのヒット作に参加している。 ナタラージャンは小規模、タミル語映画に俳優として出演するなど、新しいキャリアの構築を目指し、友人のうだい魔兵衆が監督した、ナーライ、チャッカラ・バイイガムに出演した。両作は、工業的には失敗したものの、ナタラージャンの演技は批評家から高い評価を得た。続けて出演した、ミリが、マサクウマソガは芳しくない結果に終わり、2014年には、 HB ノートの監督デビュー作、サテランがベタイに出演した。同作は工業的な成功を収め、ナタラージャンは演技を高く評価されている。2021年にはマリセルバラージのカルナに出演する。ありがとうございます。